一平上人を訪ねて。一平上人は日本史や歴史の教科書で出てくる捨て聖として有名な踊り念仏の一平上人です。一平は伊予の国の豪族河野通弘の子として延応元年1239年に生まれ、幼名を少女丸と言いました。生誕地は道後の奥谷、現在の宝厳寺のあたりと言われています。10歳で母を失い仏門に入り随縁と称しました。一平上人の生誕地の宝厳寺は665年国司越智宿根守興が天皇の御事の利によって建立したと言われています。元は天台宗でしたが、西能5年に一平の異母弟千奈が自習寺院として再興。一平上人立像は河野通弘により作られたものです。門前から裏道を通って伊佐庭神社に脱すると、回廊の北東隅のカエル股に遊行姿の一平の彫刻があります。境内には一平上人の生誕地として県指定の史跡となっており、一平上人の宝物館があります。そして1回は日本の旅に出ました。しかし愛媛に帰ってきて、宇検郡雲野の雲寺に庵を結び、二河百道図を本尊として念仏を唱え修行すること3年、己心の了解悟ることを得ました。ここで達した11一富士寿は一辺驚愕の根本義をなすもので、大昔に阿弥陀仏が悟りを開いたと同様、誰でも一度の念仏によって往生し仏になれるというものです。その後空海の足跡をたどり、45番札所岩屋寺に参籠、捨て聖の道を行く決意を固めると紀州熊野へと再び向かっていき、この頃から一辺と称しました。久保寺の灰寺跡のところとなります。そして湯釜薬師が道後にあります。湯釜薬師は松山道後河野氏ゆかりの湯月城跡の北側に古い湯釜が残っています。釜の正面には薬師様らしい仏様が彫られています。そのことからこの湯釜は湯釜薬師と呼ばれています。そして蓋に刻まれた生阿弥陀仏という文字は一辺により書かれたと伝えられています。以上が一辺上人をたどってきた松山の足跡です。ご拝聴ありがとうございました。